末年始を共に過ごし、会員制スーパーへ、大谷翔平が LA に招いた大切な女性。シーズンに向けて練習に励んでいる大谷。例年は帰国してトレーニングをしていたが、今回の日本滞在は数日間のみだった。現地で取材をするスポーツライターの梅田京子さんに話を聞いた。ドジャースタジアムで4日練習して1日休みというペースでトレーニングをしています。あとは、家を買おうと探しているようです。まだ決まっていないようですが、買うとしたら高級住宅街のビバリーヒルズあたりかと思います。パパラッチも立ち入れないほどセキュリティがしっかりしていますし、ドジャースタジアムにも近い場所にあるので、球場との往復も楽です。日本に帰らなかったこの年末年始には、ある人を招いて過ごしていたようだ。両親をロサンゼルスに呼んでいたようです。大谷選手のお母さんは、ロサンゼルスにある会員制の日系スーパーの会員になったと聞いています。両親と落ち着いて過ごすためにも、早く家を決めたいと思ったそうです。そら大切だろうよ。母ちゃん余裕でした。だろうな。母親かよ。突然結婚するんだろうね。そういうタイプだよね。私生活は絶対見せないから。タイトル見ただけで母ちゃんか姉ちゃんだとわかる記事。どうせ母親か姉貴だと思ったらそのままだった。親は移住じゃないのかな。犬を飼ったから親と同居か彼女かどっちかだと思うよね。ビバリーヒルズに家か。すっかりセレブの仲間入りだな。隣の家で良いから俺をデコピンのお世話係として雇ってくれんかな。親孝行だな。かっこ棒。どこの馬の骨よって思ったじゃないのよ。ふざけなさいよ。翔平は俺の嫁。親まで大切にしてるのか。完璧超人だな。大谷の両親がアメリカに行っただけでニュースでコピンだけでもニュース。さすがスーパースター大谷さん。予想通りの内容。ホームラン50本くらいじゃ期待外れとか言われそう。29歳にもなって身の回りの世話を母親にやってもらう男ってわらわらわら。シーズンオフすら両親と会わないってずっと音信不通にしとけってことか？わら。母親まだパートしてんだっけ？やっと女性関係の記事来たと思ったらお母さんってわら確かに大切な女性だわ。いかにも交際女性のような書き方。大谷狙ってる女は多いだろうな。近づいてくるのろくでもなさそうだけどわら。くだらん玉とバットにしか興味ねえんだよ。会員制の日系スーパーなんてあるんだ。お袋の味にデコピンもした鼓。